はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回はオウムが、証人になってあれか、ごめんね、結構俺連続撮ってるわけじゃないから、今回ハイネがあのおじさんがハイネってことが分かった。で、それ、だから、これまとまってないけど、湖の事件は解決しました。で、DL65 事件が、まあ、時効を迎えるってことで、DL65 事件にかけられてる、この、三剣の殺人の疑惑について、あれだよな。これからやっていこうってとこだったかな。まあ、いいか、やっていこうか。あれか、銃2発撃ったって言っとこうか。はいはい。ではなるほど君、見せてもらいましょう。凶器のピストルが2発撃たれたのが事件当時だったという証拠は？はい。でもこれ写真だよな、多分俺が。写真だよねこれ多分。なんか お父さんの傷がよくわからんけどさ、どこに食らった、横腹に食らったっぽいよな多分。裁判官、これじゃないでしょうか。そうだね、この写真を見てください。これは15年前の現場写真ですか？凶器のピストルは事件の際に2発撃たれたのです。写真がそれを証明している。はて、どういうことでしょう。この写真のどこにそんな、この裁判長本当に分かってないのか。いや、裁判長、見てください、ここ。ここ、周り血ついてないでしょ、ここ。周り血がついてないのにね、ここに穴が開いてるってことは、ここにいないんだよ、人間は。ここですよ、裁判長。言うまでもなく、ここです。エレベーターのドアに弾痕が残ってますね。いいですか。ミスルギ、ピストルで撃たれて死んでいる。エレベーターのドアにも弾痕が残っている。そして凶器のピストルは2発弾丸が撃たれている。つまり三剣以外の誰かが2発目を撃ったことになる。ざわ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 。静粛に。タロード君、どういうことですか？簡単なことです。事件があった時、2発の弾丸が撃たれました。1発は三剣の心臓を撃ち抜きもう1発はエレベーターのドアに当たった。しかし被告人は銃を暴発させたと、あっと気を失っています。つまり2発目は誰か別の人物が撃ったとしか考えられない。なるほど。その誰か別の人物とは？当然真犯人です。ただでもさ、別に1発目が仮にお父さんの心臓をぶち抜いたとしたらさ、2発目なんでドアに撃ったのってならない？だから多分一発目の三剣の撃ったやつが多分ガラスに当たってんだよな多分。なんでそこで叫び声が聞こえたかわかんないけど、じゃないと意味ないもんな。意味ないっていうか、三剣結局人殺してんじゃんってなっちゃうからな。黙っておればいい気になりよって。いいか、 DL65 事件の資料をもう一度よく見たまえ。事件概要のページだ、見てやるよ。じゃあ、あ、見てやるよ。あ、あ、手がかりはね。事件概要1ページ目か。そこにこう書いてあるではないか。現場付近からは一切手がかりは発見されず。カルマ検事、あなた分かってますか？手がかりが発見されていないということは、ミツルギがやったことも分かんないんだよ。ミツルギが本当にやったのかどうかも分かんないんだよ。分かってんのか？墓穴掘ってんぞ、お前は今。もしピストルが2発撃たれたのならば、現場付近からもう1発の弾丸が発見されているはずだ。確かにそうですね。しかしもう1発の弾丸は発見されていない。なぜか2発目の弾丸など存在しなかったからだ。ミスリギレージによって発射された1発の弾丸が父親の命を奪った。それが全てなのだ。
上の弾痕は何か他の原因でできたのだろう。他の原因でできないだろう。他の原因で銃弾が当てるってどういうことよ。なかなかないぞ。チェシクニタロド君は見事に証明しました。狂犬ピストルは事件があった時2発撃たれたはずだと。しかしカルマ検事の言う通り2発目の弾丸は発見されていません。警察の捜査で弾丸を見落とすことなどまずありえません。私は弁護人の証明は無効と考えます。なぜなら現場からは弾丸は1発しか発見されなかった。クックック賢明な裁定に感謝する。なんでこった奴の弾丸なんて存在しなかったのか。全ては僕の勘違いだったのか。どうしたの、ナロード君。意地申し立てないの。ごめん、マユちゃん。え？どうやら爪が甘かったみたいだ。ナロード君。二発目の弾丸が存在しなければ僕の推理は成立しない。そんな。ナロード君、言ったじゃない。必ず助けるって。ごめん。現場写真を見たとき2発の弾丸が撃たれてるって思って、それで勝てるって思い込んじゃったんだ。誰か別の人間が2発目を撃って被害者を殺害したんだって。でもそんな簡単なはずないよな。15年間解決されなかった事件なんだ。ナロド君、おかげで事件ははっきり整理されたようですね。現場から弾丸は1発しか発見されていない。その一発はミツルギレイジが暴発させたもの。その通り。最後にミツルギレイジに確認します。今までの診療を聞いていましたね。はい。何か息はありますか。ありません。あなたは殺意はなくとも父親を殺害しましたか。そう思います。ミツルギさんが認めちゃった。これ転生くんじゃないの、お姉ちゃん。わかりました。ミツルギ殺人事件は本日で時効が成立します。したがって被告人には本日中に判決を下さなければなりません。本日と言わず今お願いしたい。そうですね。何か意義のある方は。以前にもこんなことがあった。確か初めて痕跡に着いた時だ。あ、そこで回収するんだ。思い出の。言うべきことはいくらでもあるはずなのに。頭が、絶対お姉ちゃん来るじゃんこれ。絶対迷いちゃんに千尋さん宿るでしょ。頭が真っ白になって何も言葉が見つからない。ハロドー君、いかがでしょうか。それでも僕は、これでわかんないね。意義なしにしてお姉ちゃんが来るのを期待するか、意義ありっつっても何も証拠がないっつって結局なんかブブーってなるか、意義なしで完全諦めてるけど実はお姉ちゃんが帰ってくるみたいな。まあ意義あり。その意義を申し立てます。かわいい弁護士、どこに意義を差し挟む余地があるのかな。ググ。なるほどく。ダメだ、文句のつけようがない。くそ。はっ、今いや見えたぞ俺は。フラッシュでお姉ちゃんが。フラッシュで見えたぞ今完全に。あ、え、登場人物から消えてんだけど。お姉ちゃん嘘でしょ、かわいそう。2発目の弾存在するはず。はっ、何今何か言わなかった。知らないよ。2発目の弾丸が存在する、そんなバカな。一体どこに。誰かが持ち去った。どうやら待つのは無駄なようですね。待ってください。はあ、その2発目の弾丸は存在したんです。何ですって。そんなものはなかったと証明されたばかりですよ。分かってるんですけどもうやけだ。その誰かが現場から持って行っちゃったんですよ。まあありえなくはないよね。でも実際バカなは一体誰が。
犯人ですよ、犯人。犯人だと、一体誰のことだ。それは今考え中です。ふむ、犯人が弾丸を持ち去った、一体なぜですか。え、太一どうやって見つけたんですか。撃った弾丸を探すなんて大変な作業ですよ。犯人には弾丸を探す必要があったわけですか。いや、まあでもどうだろうな、うっかり拾っちゃったパターン。いや、でもうっかり拾うわけないのもんな、別に必要があるでしょう。それは もちろん必要があるから持ち去ったんです。一体それはどんな理由だ。それは犯人が現場から弾丸を持ち去った理由は、なるほどね。おいおい、まさかと思うがカルマ、お前やってないか、カルマなあ。あ、ドア越しから撃ったっていう可能性。え、でもそっか、2発銃声だ、そうだな、ドア越しで撃った可能性あんのか。あれ、多分弾丸が証拠になると思ったのでは。証拠、用心深いなんか全然ないよな。用心深いなんかしょうもないもんな。それならば、ミチルゲーの体内の弾丸も持ち去ったはずだ。え、一発だけ持ち帰るなんて不自然ではないか。そうですね。なるほど、君、もっとちゃんと考えなさい。ペア、なんで。用心深い性格なんか絶対違うじゃん。じゃあないのかな。犯人がわざわざ弾丸を持ち去る理由、そんなの思いつかないぞ。どうしましたか、弁護人。あ、いえ。犯人に弾丸を持ち去る必要などない。それを認めたくないのだろう。やむを得ず持ち去った。やむを得ず持ち去った。やむを得ず、どういうことだ。発想を逆転して。おお。そういうとこもそういうとこもかかってんだ、逆転裁判って。なんか意義ありって、こうなんかね、展開を逆転させるっていう意味かと思ったけど、そういう意味もあるんだ。持ち去った理由ではなく、持ち去らざるを得なかった理由を考えるの。なるほど、君。はい。よくわからないけど、確かに犯人に弾丸を持ち去るつもりはなかった。でもやむを得ず持ち去ったんだと思います。今んとこあんのかな、証拠に。なんかあるか。まあでもここら辺は全部あれだもんな、湖だもんな。まあこれがでもあれだよね、 DL65 事件のこのね、この弾丸が多分最後の証拠だよな、俺が持ってる。他だって全部使っちゃったもんな、普通に。やむを得ずですか？どういうことでしょう？例えばその、わかるかよそんなの。例えばその弾丸は、犯人に当たったとか。弾丸が犯人に？いや、例えばですよ。自分に当たっちゃったら、なるほど。例えば裁判に負けてからさ、1ヶ月ぐらいさ、カルマ、あれじゃなかったっけ、休んでるって言ってなかったっけ。ねえ、それって当たったんじゃないの。そういうことじゃない、入院じゃないけど治療してたんじゃないの。おっと、点と点がつながったんじゃないか、これ。その場で手術するわけにもいかないし、なんて。待てよ、適当に言ってみたけど、これってありえるんじゃ。つまりこういうことですか。犯人は犯行の際、自分も撃たれてしまった。そして自分の体内に2発目の弾丸を入れたまま立ち去った。なるほどね。だから現場には弾丸が1発しかなかったと。そうなりますね。しかし、エレベーターから救助された他の2人、三つ木玲二も灰猫太郎も怪我などしてなかった。となると、
犯人は外部から来たことになっちゃいますね。だから三剣が撃った暴発した弾がドアを貫通してドアの向こうにいたやつに当たったのか。エレベーターの中で二人の男が争っている。少年はそれを止めようとして足元のピストルを投げつける。ピストルは暴発して弾丸はエレベーターのドアを貫き外に立っていた犯人に当たる。まあそうだね、少年はそこで気を失ってしまう。その後犯人はエレベーターのドアを開けて被害者を お前がまとめたの。ふむ、太郎くん、本当にあなたは不思議な弁護士ですね。明らかに苦し紛れな発言なのになぜか無視できない。何を言っている、無視しろ裁判長。無視しろはおかしいだろお前。事件の関係者で怪我をした人物などいない、つまり犯人などいないということではないか。ふむ、事件の時怪我をした人物か、確かにそんな人物は見当たらないよな。ねえねえ太郎君、とんでもないことを考えちゃったんだけど。とんでもないこと、昨日の星影先生の言葉を覚えてる？お、迷い打はまさか俺と一緒であれかな、カルマケンジが休んだ理由と結びつけた。まさかカルマは見つお前カルマは三剣によってその完璧な経歴を傷つけられた。のことがよほどショックだったんじゃろう。カルマ検事はその日から数ヶ月休暇を取ったほどじゃ。長い検事生活でカルマが休暇を取ったのはそれが最初でそして最後じゃったよ。点と点がつながったよこれ。もしかしてカルマ検事がお休みしたのって怪我をしたからか。ということは犯人は TL65 事件の真犯人は三剣を撃ったのは軽部健二なの。なんてこった、バンダこった。太郎君どうしましたか、ふぬけた顔をして。いつもです、裁判官、僕はいつもふぬけた顔をしています。 いえ別に。いかがですか、あなたは外部の人間が犯人である可能性を示した。具体的に容疑者の名前を挙げることができますか。どうしよう、今言うべきか。いや、これはちょっと取っておきたいな。やっぱりもうちょっとボロ出させたいよね。カルマが休んだっていう証拠はやっぱこのね裁判所に響き渡らせたいよな。今はまだ証拠がない、切り札は最後まで取っておくものだ。太郎くん、どうしました？いや、何でもありません。審理を進めてください。では、審理を進めてもらおうか。もう進むべき道はない。あるのはゴールだけ。すなわち判決だ。何ですって？考えてみたまえ。貴様は外部の人間が犯人だなのと言い出した。しかしそれに当たる容疑者を挙げることができない。とすればその推理は意味がないということだ。当然却下されることになる。なるほど君。ごめんって、切り札なんて気取ってる場合じゃないよ。終わっちゃうじゃない裁判。わかった、勢いで追い詰めてみるよ。よかった、ペナルティー食らわなくて。裁判長、容疑者は存在します、たった一人だけ。それは面白い、では聞かせてもらいましょう。誰ですか、その人物は。か、うー緊張するな。か、カルマケンジです。か、カルマケンジだと。事件の翌日から数ヶ月あなたは休暇を取っている。完璧な経歴を良しとするあなたが理由もなく休暇を取るはずがない。
事件の際に負った怪我の治療をしたというのか。面白い。では証明してみたまえ。我が輩がいつどこで治療を受けたのか。手術した医者を連れてきたまえ。なるべく。かかりつけのお医者さんとか調べてもらおうよ。無駄だ。みつるぎ。私はカルマケンジという男をよく知っている。彼は手がかりを残さない完璧な男なのだ。おそらく手術など受けていないだろう。医者という弱点ができてしまうからだ。ここまで来たってのに。じゃあじゃあ、なるほど。カルマケンジ自分で弾丸をほじくり出したの。そんな乱暴な。いやいやいや、素人に弾丸なんか摘出できるわけないよ。待てよ。あ、金属探知機、まさかここで来る。ここでワンチャンあるんじゃない？金属探知機ワンチャンあるよね。弾丸は一体今どこにあるんだ。まだ体に入ってるってことでしょ多分。金属探知機あるでしょこれ。くっくっく。さて弁護士、どうかね、我が輩が撃たれたことを証明できるかね。いや、ちょっとなんか頭悪いけどさ、これ行ってみようぜ。金属探知機いけるんじゃないのこれ。カルマケンジ、証明してあげましょう。あなたたちが大好きな証拠品でね。なんだと。いや、これ行ってみていい？これさ、カルマケンジにさ照らせばなるんじゃないの。いや、これしかないっしょ多分。言っちゃっていいっすか、これ失敗したらもう諦めるわ。カルマケンジは完璧な男だ。手術などしない。もしそうならば今その弾丸はどこにあるのか。カルマケンジに自分を手術する技術はありません。まあブラックジャックじゃないからな。まさか。そう、まだ体の体内に残っている可能性があります。そんなバカなことがありますか。バカかどうか簡単に分かることです。これならなかったらやばいよな。カルマケンジ、いいですね。これからこうじであなたを調べさせてもらいます。あれ、ちょっとどうしたのカルマさん。なんかあ、ちょっとこの部屋暑いか。いやでも時期的に冬だしな。別になんかちょうどいいよな、暖房とかな。おいカルマ、汗かいてんじゃねえか。まあ、どうした、汗拭くか。おい、断る。断るんですって。一体なぜ。断るということは弾丸が体内にあることを認めるのと同じですよ。今滑舌やばかったな。静粛に。裁判長、弁護側は検査を主張します。あれどうしたの。あれカルマさん、あれちょっと冷房つけてもらいます。ちょっとすいません、なんか汗かいてるみたいなんで。カルマさん、我々はねちょっとやっぱちょうどいい室温なんですけど、カルマさんがちょっと暑いそうなんで、まあ、冷房つけてもらってもいいですか。裁判長、休廷を提案する。これは人権の侵害だ。いいじゃん、別にやってもねえ。別にこの事件は本日が時効です。教授に判決を下すべきだと言ったのはあなたです。そこまで。金属探知機の使用を許可します。カルマケンジ、検査を受けるように。なるべく。どうなの。わからない。とにかくやってみよう。慣れ。ちょっと、あれ、右の肩に反応した。やはり弾丸が。レントゲン一応取ろうか。もしかしたらね、ほらやっぱ肩の昔なんかね、ほらけけね、裁判検事になる前にね、もしかしたら
なんかね、肩の手術してるかもしんないから。じゃあ一旦レントゲン取ろうか。カルマ剣士。あなたが。あなただったんですか。こうなることを恐れたゆえ、我が輩はあえて黙っておったのだ。確かに我が輩の肩には弾丸が残っておる。しかし、それは事件とは全く関係がない。なんだと？肩の弾丸は DL65 事件より以前に受けたものだ。あれ？証拠あるのか？お前、証拠は。証拠出せよ、お前。言うからには、お前。我が輩は事件とは関係ないと主張する。証拠出せよ、証拠。早く出せよ。しかしカルマ剣士、それを証明できるのですか？証明だと？我が輩にそんな義務はない。なんでなんで、証明しろ、主張するからには。証明しなければならないのは貴様の方だ、弁護士。我が輩ではない。なるほど、君。どうですか、証明できるのですか？カルマ検事の肩の弾丸は DL65 事件によるものだと。できるわけがない。貴様らには DL65 事件の資料などないのだからな。昨日慌てて白い巣から持ち出したくせに。証拠がない以上、我が輩を罪に問うことは不可能だ。残念ながらな。お、お、まだあんの？俺もう手思いつかないんだけど。なるほど、ごめん。俺もう手が思いつかないんだけど、ごめん。まあいいや、とりあえずじゃあね、ごめん、ちょっと時間も多分いい感じだから、今回ここで一旦切るわ。うん、じゃあ、あざした。